はい、皆さんこんにちは。ただたまみの一人暮らしレシピへようこそ。今回はですね、みんな大好きおにぎり、おにぎりの具を無理やりコラボレーションさせてみたということでですね、まあ、そんなに無理やりでもないんですけど、2種類のおにぎりの具を、合わせたらどうなるのかというのをやってみました。合わせてですね、手の汚れないおにぎりの作り方もやっております。はい、では材料の下準備から始めましょう。まず鮭を焼き始めます。で、その間にたくあんとメンマをみじん切りにします。はい、できました。あっという間でしたね。今回準備したおにぎりの具は、かつお節と明太子と梅干し、それから鮭とメンマとたくあんです。たくあんとメンマはおにぎりの具かと言われるとそうじゃないかもしれない。だけどたくあんって大体おにぎりについてくるし、メンマはラーメンにのせるぐらいしか使い道がないかもしれないんだけれども、これを機におにぎりの具として活躍してほしいなという私の希望を込めて参加していただきました。それで今回はですね、この6種類の具材をですね、2つ組み合わせておにぎりにしてみて、うまいかまずいかという話でございます。はい、じゃあね、おにぎり作っていきましょう。まずラップを引きます。そこに塩を振ります。ここにご飯を広げるんですが、広げた時にひし形になるように四角い容器で持ってくると便利です。ここでひし形にしておくと、後でおにぎりが作りやすくなります。では、一つ目のコラボレーション挑戦者は誰だ。お、明太子だ、明太子だ。明太子に合わせるのは誰だ。なんと対戦相手はメンマだ。メンマ明太、メンマタイだな。なんか九州の方言みたいだな。メンマタイ。はい、ここでですね、2つに折ると三角形になるという。そしたらあとはもう適当に握るだけで三角形のおにぎりができるよという、そんな感じですね。あとですね、ラップが挟まってる場合があるので今1回開けましたね。そしてまた三角形に形を整えて、この後ですね、ラップを広げて水分を飛ばしておくと、後で、温めたり海苔を巻いたりするときにベタベタにならなくていいです。おにぎりの作り方的にはそんなもんかな。はい、では2つ目のコラボレーションですが、まず先に合わせて作っておきます。高菜漬けですね。高菜漬けとなんだっけ、かつお節、これをですね、まず高菜漬けと鰹節を合わせて、さらに醤油をかけておきます。で、よく混ぜると、まあ、そういうものを作っておきます。そんなわけで2つ目は高菜おかかです。おかか高菜、人の名前みたいだね。おかな高か、言えねえよ。おにぎりの作り方講座は終わったので、ガンガン早送りでいきましょう。はい、そんなわけで5種類作りました。でもね、失敗したなと思ったんですよ、作りながら。普
通サイズのおにぎりを作ってしまったんですね。これ食べられないだろうと思いながら作ってしまったわけですね。断面が見えるように切ったのがこちらでございます。カラフルで結構いいと思いますよ、断面はね。でこれ結果から言うと、2勝3敗3敗です。というのも明太子の味が薄かったっていうのと、あとメンマも味が薄かったので、メンマと明太子を使ったものはいまいちだったという感じですね。で、高菜おかかですね、この今食べている高菜おかかはかなり良かったです。言われなければ高菜漬けだけなんですけど、でも確かに味に深みが増してるっていうのはこういうことを言うのかなっていう気がしました。映像で食べてる順番とは関係なく評価をしていますが、もう一つ成功していたのが最後に食べた梅たくですね。梅干しとたくあん、この梅干しの酸っぱさとですね、たくあんの甘さ、そしてあのポリポリとしたたくあんの食感が良くてですね、高菜おかかと合わせておすすめの一品でございます。はい、映像の方もですね、食べ残したんだかなんだかというあまりいい絵じゃなくなってきましたので、これからですね私が独断と偏見に基づいてコラボレーション具合というのをグラフに落としてみたのを見たいと思います。縦軸が意外性ですね、上に行くほど、それとそれ合うのみたいなね。で横軸が味です、右に行くほど美味しかったよというところです。で私の個人的な意見としましては、やっぱり梅干しとたくあんですね、梅干しとたくあんが合うのみたいなね。でそしかも美味しかったっていうところでですね、高ポイントです。それから高菜おかかなんですけど、高菜漬けと鰹節はまあ合うんじゃないっていうところで意外性はあんまり高くないですが、味は美味しかったというところですね。明太子とメンマはそれ自身が味が薄かったっていうのがちょっと失敗のもとでしたね。あと鮭もですね、もうちょっと塩を効かせればよかったかなというところです。次回やることがあれば、高菜おかかみたいにまず事前に具材を合わせて味を調整してとかっていう形でアレンジしてトライしてみたいと思います。やっぱりね、おにぎりの具ってパンチが必要なんです。パンチ力が、ご飯に包まれている分その具自体が味がちょっと濃くないとと思いました。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございます。また見てねー。